皆さんおはようございます。今日も始まりました、鳥小屋ずり FM です。イエーイ。一人だと思いましたか？私もいますよ。だんだん羽目を外してきたベテランさんでございます。はい、皆さんおはようございます。改めておはようございます。はい、では今日はですね、この二人でお送りいたします。はい、日々ミュージカルとか舞台とかで活動しております、はい、俳優の琴波舞香です。よろしくお願いします。お願いします。そしてはい、日々ダンサーやヨガのインストラクターもしている、岩川祐希です。よろしくお願いします。イエーイ。めっちゃ便利。便利ね。うるさいかな、みんな大丈夫かな。大丈夫だね、はい、大丈夫大丈夫。はい、では早速進めていきましょう。はい、この鳥越あずうり FM は2020年10月10日に突然台東区にできた放送局です。日本一尖った放送局として、およそ10個に及ぶプロレス団体の番組、映画番組など多種多様な番組がたくさんありますので、誰でも一つはお気に入りの番組、推しメンの番組があると思います。はい、ぜひ私たちの推しメンになってください。なってください。なってください。合ってます。なってなってる。合ってます。はい、でメッセージ募集のお知らせです。はい、ですね、鳥越あずうり FM はですね、番組がやっている最中、いつでもこの X とか FAX で私たちにコメントを送れるというシステムがございます。ぜひ待ってます。はい、で、はい、X の方はアットマーク、うん、アズパン FM、AZPANFM でアズパン FM と打っていただいたら嬉しいです。で、ファックスの方はですね、これは03かな、0358294815と、お電話いただいてファックスしていただいたら嬉しいです。はい、そしたらそのコメントをスタッフさんが持ってきてくださって、その場で読み上げますので、皆さんぜひお待ちしてます。はい、お待ちしてます。はい、鳥越あずうり FM はですね、スマートフォンやパソコンで、通信環境があればどこでも視聴が可能になっております。はい、検索エンジンから検索していただくだけで、生放送がすぐ見られる、ローカル放送局です。そうですよ。はい、鳥越あずうり FM で検索していただくと、このような、ね、画面にたどり着きます。はい、はい、再生ボタンを押すだけでね、すぐに生放送をご覧いただけます。はい、こんな感じでね。そうです。あ、もう映ってる、もう映ってる、映ってる。皆さん朝のね、パチパチパチ映ってるかも。はい、それでですね、うん、ちょっと下に行っていただくとね、この過去のアーカイブってとこがね、そうですね、YouTube にて2週間後に、アーカイブを公開していますので、はい、見逃した場合、もう一度ご覧になりたい場合はいつでもご覧いただけます。はい、今くるくるしてくれてる、そこですね、そこが私たちの番組になりますので、はい、はい、1ヶ月前の、この番組検索してみましょうか。1ヶ月前、はい、9月4日ですね。そうですね。で、この過去の動画はこちらからっていうところから YouTube に飛んでいただいて、はい、お、あら、映ってますよ、これが前回で、私たちのまだ夏だったから、ほら、半袖もう長袖いや、急に寒くなったから服装でももう全然季節の違いが出ます ね。いや本当に久しぶりに見ると、寒くなったと思うでしょ。そう、うん、今日実は30度超えるらしいんですよ、皆さん。そう、今日暑いんですよ。そう、だから体調管理が ね大変ですが、本当、はい、気をつけてね。そうですね、うん、後でお天気情報もありますので、そうです、そうです、うん、お楽しみに、はい、お楽しみに過去の番組を楽しめるのが鳥越あずうり FM ですので、はい、ぜひあなたの推しを見つけてください。はい、見つけてください。はい、ここでご存知な方がほとんどいないかもしれないので、宣伝させてください。はい、なんと鳥越あずうり FM はスタッフさん、写真出ますか？お、出た。はい、こちらですね、年末年始よくテレビに出るあのアメ横のビジョンに鳥越あずうり FM が開局当初からなんと告知中です。すごいですよね、こんなどでかんとこう。皆さん、見つけた方いらっしゃいますか、ね、ちなみにいるのかなアメ横行ってる方とかは ね結構見てると思うんですけれども、そしてなんと、代々木のビジョンでも鳥越あずうり FM の告知が見られるようになりました。この美味しい美味しい油そば屋さんの上にございますよ、はい、皆さん。そう、広告を出したいという方もね、あずり FM にてご案内可能です。です。はい、写真が出ますかね。はい、こちらですね、はい、ぜひ、ご案内ねできますので、はい、こちらぜひ
台東区の情報番組アズーリモーニングのゲスト様大募集中です。はい、募集中ですよ。皆さん今がチャンスってずっと募集してるんですけども結構ね、はい、ねえ、ぜひなびてるぜひお待ちしております。はい、お願いします。はい、はい、はい、では次いきますね。はい、アズーリモーニングの目的の説明をさせていただきます。はい、この番組は台東区の企業さん、お店さん、お教室、企業などかなり優先的にご紹介する番組です。うん、最近は鳥越アズーリ FM にゆかりのある方でしたら台東区以外でもご紹介いたします。はい、はい、フライヤーお願いします。ババン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 、来た来た、これはさっきも見ましたね。これはさっきも見ましたよ。皆さん2回目だから大事なんですよこれ。はい、はい、こちらはですね、次戦他戦問いませんので PR したいという方はこちらにお電話ください。はい、お電話番号が出ると思います。ででれん、ありがとうございます。0705563-9773、0705563-9773までお電話ください。はい、他にですねホームページ、インスタ、X からも声かけいただいたら、見れますので、はい、ぜひお願いいたします。はい、でですね、なんとゲスト出演いただいた方には、ご出演日を記載した記念ポスターというのをお渡ししております。これは結構いただくと嬉しいですよね。はい、しかも可愛いこのバッグの、ね、そうアズパンくんが、ね、はい、でこれをお店や会社に貼っていただいて、ね、ぜひ出ましたよっていうことをアピールしていただけたらなと思います。はい、はいはい、もう大事なのでもう一回言いますね。はい、0705563-9773です。0705563-9773で、お間違いないようにお間違いないように今日はなんか CM っぽくちょっとやりたい気分なのかもしれないちょ時々変な感じになりますが、今日は朝からねこうねちょっとで出演の仕方も変えましたから ね、 ね、そう今日はちょっとこんな感じでいきたいと思います。はい、はい、では次お願いします。はい、はい、皆さんこの放送は決して AI や無人操作での放送局なのではございません。はい、そうです。スタッフさんありきの番組ですので、スタッフさんをなんと募集しております。はい、はい、私たちと一緒に番組を生放送してみませんか。はい、鳥越アズーリ FM に加えて、オバリアズーリ FM、 終わりですね、終わり、はい、オバリアズーリ FM のスタッフも募集しております。はい、ここでスタッフ募集の動画がありますので、なんだって、はい、ご覧ください。どうぞ。ぜひスタッフさん募集しております。はい、スタッフ募集に関してのお問い合わせは鳥越アズーリ FM、シャチホコアズーリ FM の SNS まで、ご連絡ください。はいはい、はい、さっきですね、うん、私がなんかをね、うんうんうん、言った時にうなずいてるって言ったと思うんですけど、それがスタッフさんです
はい、だからねこうやってコミュニケーションをね取りつつ、常に取りつつね、はい、やっておりますので、アイコンタクトしたりね、いろいろこうね、はい、AI は無人操作ではございません。そうです、はい、でこうやってねちょっと私たちと一緒にやってくれる方、うん、ぜひお願いいたします。皆さんこう温かい現場なので。そうですよ、とても私も入ってまだ3回目なんですけど、とてもやりやすい、あ、本当ですか、そう、あ、よかった。3回目なんですけどね、皆さんがとってもスタッフさんもいい方ばっかりなので、はい、本当素敵ですよ ね、 ね、皆さんも本当に助けていただいております。いつも本当ありがとうございます。ありがとうございます。募集しております。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ではですね、皆さん先ほど言ったんですが、うんうん、お天気情報を今からいきたいと思います。急に寒くなっちゃったんですよ。そうですよ、でも、ね、皆さん。昼間が暖かいみたい今日。はい、出ました、ありがとうございます。はい、え、今日の2日はですね、晴れ時々曇り、うん、でさっきも言ったんですけど、うん、今はねもしかしたら涼しいとか寒いとか感じる方もいるかもしれないんですが、ねうん、お昼頃とか多分31度って書いてあるんで、夏じゃないですか。夏ですね。今何月ですか。10月なのに。10月ですよ、ね、もうなんか秋がなくて急に冬みたいな感じ毎年。そうですね、でもやっとなんかでも秋っぽいよね。秋っぽい、なんかあの風の匂いとかも秋っぽいですし、そう、うん、そうなの。だから皆さんの体調管理だけね、うん、本当に気をつけていただいて。花粉とかってどうなんですか。あ、豚草が飛んでますね。あ、豚草、うん、豚草がある方はちょっと辛いかもしれない。そうですね、1、2ヶ月なんか友達チーンって、うん、チンって鳴らしてくれたり、チーン。そうね、だからその友達とかも結構ブタクサでやられてる方とかいるので、まあ体調管理と、うんうんうん、まあ、そういう花粉症 の、うん、の管理じゃないけど、そうですね、ケアみたいなのを皆さんお気をつけいただいたら、うん、はい、いいかなと思います、はいはい、でですね、最近ですね、うんうん、晴れだと思った急に雨が降ったりね、そう、ね、そうすることもある。お天気の急変がありますので、ので1週間どうだろう。ちなみに明日が雨で、うんね、その明日の最低と最高がまあ22度と26度なんで、うん、まあ、4度ぐらいの差だから、うんうんうん、今日とかよりはマシかもしれないですけど、まあ、雨が降っちゃうのでそこのまあ気温変化どうかなっていう感じですかね、うん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 、羽織物などね持っていただいて大事。そう、大事、うん、そしてですね4日以降もなんか晴れ曇り時々雨とか書いてありますが、うん、まあ折りたたみぐらいはカバンに入れて、ね、私も常に持ってますよ折りたたみ傘。素敵です。今日も持ってきたんですけど今日は必要なさそう。折りたたみ傘を常備してハッピーなゆうきさんと持ってなくて常にコンビニでビニール傘を買う私、どっちがいいですか皆さん。ゆきさんですよね。いや、はい、コンビニで買っちゃう。いや高いんですよ。確かに。そう、今傘高いから。そうなんですよ、うん、だからねできれば皆さんゆうきさんを見習って私もちょっと入れますね傘。はい、カバンに傘を入れましょう。突然降り、ね、降るか、ことがありますからね。ちょっと見してよ。かわいいワンちゃん撮ったのって聞こえました皆さん。大丈夫、かわいいワンちゃん撮ったみたい。撮ったみたい。そうですね、撮ったみたいですね。はい、はい、まあ、次行きましょうね。次行きましょう。次は、はい、次がですね渋滞情報ですかね、うん、はい、はい、あら今日はあれ混んでそうですかね。そうですね、今日の渋滞は、うん、文京区と台東区とどこだ、あと浅草通りとか出てるのか。あ、でも、うん、渋滞で8分とかだから。そうでもないね。そうですね、まあ、うん、しりとりちょっとすれば大丈夫かな。車の中で。そうです、うん、あとはもう3分とか1分とかなので、ね、まあまあ気になる方はちょっと早めにね出て対策をしたらいいかなって感じですかね。はい、気をつけてね、運転気をつけて。はい、気をつけて。今日も1日、うん、はい、次がですね鉄道の運行情報に行きたいと思います。いや、今日遅延してましたよ。遅延してましたね、うん、来る時に遅延してました。なんか最近多分気候の変化とかでちょっと体調を崩される方が多い、そうですね、みたいで、あと前あったんですけど、うん、あの煙が出ちゃった、なんかその電車から、いや電線かな、あ、なんか線から煙が出ちゃったとか、うんうんうん、いろいろなんかそういう遅延の原因がね結構多いので、うんうん、今日もねやっぱり遅延してますね。小田急とか、うん、メトロ千代田線、有楽町線、はい、あとはあれは常磐線かな。そうですね、が、うん、いろいろその停止位置の確認とかでか。そうですね、でちょっと遅延してるみたいなので、うん、まあ、その線を使う方はどうぞちょっと気をつけて、はい、気をつけて、うん、早めにね出た方がいいと思います。でも私たちがちょっと遅延してた線はもう戻りましたかね。あ、本当
通常運転になってる。5分10分ね遅延してましたよね。そうですね、同じ線なんですよ。そうですね、実はね実は同じ線なんですよ。そうなんです、同じ線あのコンビでやっております。コンビでやっております。はい、なので皆さんあの線利用される方は、うん、わわわわ、そうですね、そうです、ちょっと早めに出て、うん、気をつけてね、対策してください。はいはい、では次行ってみましょう。はい、はい、ではですね、台東区より正式に許可をいただき、はい、はい、アズーリモーニングで台東区情報を発信することとなりました。イエイ。はい、新着情報を中心に、こちら気になるトピックをご紹介したいと思います。はい、はい、今日私がですねピックアップしたのは、まあ、この震災に向けてのこの防災訓練っていうのを大事、ね、やってこれ大事だと思ってちょっとピックアップしてみました。本当に大事、うん、体験ツアー、その防災の体験ツアーを、できるみたいですね、うん、こちらは、11月が体験日ですかね。11月9日あ9日そう土曜 日、うん、土曜日にまだ間に合うみたいなので、あしかも2回あるみたいですよ。そう、10時からの回と13時からの回、うんうんうん、そう、もういつ地震が起きてももうなんか本当にあちこちであるじゃないですか今。そうです、ありますよ皆さん、ね、自然災害はもう防げないから、うん、いざという時のためにねちょっとこちらの情報をぜひチェックしていただいて一度は参加しても損はないですよね。こういうのそうですね、うん、なんか学校とかだと避難訓練っていうのをちゃんとしてくれるんですけど、うん、大人になっちゃうとそうなんですよ、そうないから、なんか会社さんとかでもしかしたらやってる企業さんとかもあるかもしれないんですけど、まあ健康診断と一緒で基本意識しないとやってくれないので、そう自らやらないとそうですそうですできないのよね、大人になっちゃうと ねなんか油断してる時こそ、うん、一番危ないじゃないですか。そうドカンと来たりするから、そうそうそう、ね、なんで、まあ、もしお時間がある方はね、うん、そうぜひ参加してみてください。こちら大事と思ってね、はい、大事、しかも抽選なんでね。あ本当、そうなんです、あ本当だ、だから40人かな、うん、マックス20-20で、そうですね、抽選みたいなんでぜひそのご家族とかと一緒にね、皆さんぜひ参加してみてください。はい、参加してみてください。はい、 はい、では次に行きたいと思います。次がですね鳥越あずーり FM からのお知らせですね。はい、ゆきさんお願いします。ここからはですね曲のね曲のお知らせコーナーです。そうですね、はい、10月入りましたけど、入りましたね、アズーリの秋といえば何でしょうか。ついに2024アズーリプロレス祭りが本格始動いたします。イエーイ。こちらポスターですね、強そうな皆様が、強そうな皆さん、そう今年もですね、すもちろん鳥越アズーリ FM4 周年記念大会として、はい、お祝いでもありお祭りでもある、そしてプロレスファンがうなるドリームマッチをぜひお楽しみに。イエーイ。結構埋まってるっていうのはちょっと聞いてるんですけど、チケットもね。あ、そうなんですか。そう、あ見て見て、ソールドアウトとかありますよ。そうなのそうなの、だからねもう早めに取った方がいいと思います。そうですね、うん、なんか寒くなってくる時期だからこそ、うん、こういう熱い試合を見ていただいて、ちょっとここをねたぎらせていただくのもいいかもしれないですよね。寒くなってきてるからね。そうですよ、すでにこう E プラスなのでチケットの発売も開始しておりますが、なんとなんと新プロレス、新日本プロレスのレジェンド、はい、中西学さんがアンバサダー就任決定いたしました。イエーイ、学さん、すごいことですよ ね。そうで、チケットはすでに大好評発売中です。はい、はい、E プラス、メール、各選手へのお取り置きにて受け付けております、はい、こちらがですね、はい、 E プラスの画面、これじゃないか、これが、チケット、まあそうですね、こちらまで出してくださったので、うんうん、はい、プロレス大会チケット申し込み問い合わせ、はい、こちらの、ね、メールまで、あずりプロレス、はい、@gmail.com、はい、まで、用意席はお早めにということで、うん、もう結構埋まってるのでね、ね、うん、こちらまでメールぜひ、送っていただければと思います。はい、はい、あ、はい、それこそね、うん、次がちょっと完売のことじゃないですか。ちょうどですね、そう、もう完売しているところがありますよね。そうですね、こちらがね詳細の座席表になります。座席表出ますかね。なんか南側が正面となるんですかね。そう、まだまだ一応チケットはあるということで、お好きな座席を、探してみてください。
南側が正面となっていて、はい、見やすくておすすめみたいです。南側ポイント、南側ポイントなんか見やすいみたいな、なんかあの風水の占いみたいな南側がポイントですみたいな確かにそう、カウンターの B 席は、はい、ご好評につき完売となっております。カウンターいいんでしょうね多分ね。そうで、その他のお座席は比較的まだまだございますので、はい、ぜひご購入ください。はい、その座席のあれが出るんですかね、今日が。今日は出るかな、出るかな出るかな、はい、何が出るかな、何が出るかな、出てあ、それで、うん、これそれか、だから相談はメールにて行っておりますっていうのがさっきのメールアドレスですかね。そうね、もしかしてこの次の、そうそうそう、さっきのメール読んだね。そうですね、うんうん、読みましたね、はい、さっきのメールまで。だからそのさっきのお取り、うん、ね、選手たちのお取り置きと E プラスからもできるんですけど、うんうんうん、さっきゆきさんがおっしゃってくださったメール、あのアズパンプロレスのとこからも G メール、ね、うん、なんか できますよ、チケットが取れます。いや、そうですね、そうそうそう、あ、出た、あ、出ました、ありがとうございます。そう、完売してるところがありますので、すごい、グッズめっちゃついてる。南側が見やすいみたいですね。南側、あ、こっちだ、うん、だから右左側、そう、はい、ですね。でグッズのこの点数が違うんだよね、はい、こうグッズついてる点数がってことですね。そう、4点付きとかグッズの個数が違うので、そちらも、うん、あの見ながらちょっとお好きな席取ってみてください。まあ、南側がおすすめってことですね。なんかでもすごいそのチケットの感じですね、うん、この私的にはこの一番前の席が最善が一番高いのかなと思いきや、確かにそう、カウンターと A と B がやっぱちょっとグッズのね点数が違うからか、お値段がねちょっと上がってて、そうだ、ね、ってことは私だったら最善取りますね。本当、だって一番見れるから、お安いですもん。確かに確かにとか言って、最善が一番見やすいんだよねやっぱりね、きっと。なんか近くで私は見たいタイプだから、うん、まあね、何を優先するかだね、そうです、やっぱりね。でもそのスタッフさん情報によると、うん、最善はあの見やすいか見やすくないかで言うと、そうらしいので、そこはちょっと考えどころですか ね。私はその最善が好きなんですが、うんうんうん、もしかしたらちょっとね、そう、近すぎて見づらいって場合もあるから、近すぎてこうなる可能性がある、映画館スタイルかもしれないからちょっとそこはね、はい、カウンター一番です。カウンターが一番みたい。やっぱカウンター一番です。カウンターが一番なんだ。皆さん、カウンターですって。でもカウンターは、しかもあのカウンター A 席見てください、ちょっとしかないですから。カウンター B 席はもう完売、そう、 B 席が完売ってことはもう残り A しかない、うん、ね、カウンターが一番いいみたいよ。これはとてもレアな情報なので、見たい方はぜひカウンター取った方がいいかもね。ゆきさん A しかないって。 A 取りましょう。 A 取りましょう。カウンターの A 席を、はい、ぜひ皆さんね、取ってくださいね。取ってください、ぜひ。アズパンプロレスgmail.com のメールでも取れますので、はい、うん、ぜひお待ちしております。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、ではですね、はい、これらの情報はアズーリプロレス祭りの X アカウントにて随時更新していきますので、 X まだフォローされていない方はぜひチェックしてみてください、はい、これが X のアカウントです。はい、随時ね、更新はしているみたいです、チケット情報も。あ、もう、うん、結構いろんな方にフォローしていただいて、ね、そう、どしどしまだフォローもお待ちしております。はい、お願いします。こちらもね、はい、そしてですね、はい、そしてアズーリプロレス祭り、ついに新日本プロレスさんとご一緒できるまで大きく躍進しております。お、はい、中西さんは名古屋のシャチホコアズーリ FM で冠番組を持っていることもあって、うん、アンバサダーが実現しましたが、これ本当に快挙なことです。お、そう、あの野人中西学にも会える、会える、そんな夢の大会に来なきゃ絶対公開します。公開する、公開しちゃうぞ、ぜひいらしてください。はい、2024アズーリプロレス祭りは10月の27日、はい、日曜日、新宿フェイスにて開催します。はい、はい、ゴングは11時30分予定。
ぜひ皆さん今すぐ E プラスから購入してください。はい、購入してください。お待ちしております。お願いします。そして鳥越あずうり FM 公式オンラインストアにて当局でも番組をお持ちのひじりえまさん、高梨あやさんと一緒に観戦できちゃう豪華特典付きのチケット販売も行ってます。豪華ですね。あ、待って、おそろ。本当だ。あ、おそろ。まあ、色違いだけどおそろ持ってる。なんという運命なんでしょう。はい、はい、こちらですね、今後もこちらでチケットの販売も行っていく予定ですので、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、なんとさっきねチラッと見たんですけど、チェキがついてるみたいなので、はい、皆さんチケットぜひ買ってください。買ってください。はい、お待ちしてます。そしてそしてシャチホコアズーリ FM にて放送されているアズーリプロレス祭り2024の特番の第3弾が10月6日6日ですね、日曜日に放送決定です。イエーイ。あ、マダブさん映ってますよ。本当。はい、大会公式アンバサダーの中西マダブさんが登場し、大会の注目ポイントや最新情報を余すところなくお届けいたします。はい、はい、そしてですね、この時間がちょっとまだ確定ではないらしいんですけれども、ごめんなさい、多分15時です。はい、多分15時です。その辺ですね。はい、その辺を予定しておりますので、はい、はい、で時間を確定しましたら、さっきお伝えしたあのアズーリプロレス祭りの X にて情報解禁いたしますので、はい、そちらをぜひぜひ ご確認ください。はい、はい、そしてですね、10月6日のそれこそ15時からですね、はい、人気女子プロレスラーリアラ選手の特番生放送が決定いたしました。イエーイ。そしてなんとですね、放送後にイベント開催も決定いたしました。素晴らしい。あら、素敵ねえ。お姉様、これはちょっと見物というか見たい、ね、見たくなるような、このしかもなんかお会いしたいですね、うん、そうそう、ぜひ私たちもお話ししてみたいみたいな、ね、ちょっとあれですけど、ちょっと恐れ多いですけど、ね、恐れ多いですけ ど、ちょっとね、ちょっとお会いしてみたいよ ね。皆さんぜひ会えるチャンスなんで、そうぜひ行ってみてください。はい、でですね、ここだけの新作リアラー選手グッズの初出しをさせていただきます。で、これが入場料が1000円なんですね。安いよね。そうなんです、うん、で、なんだって、あ、リアラ選手のグッズと大会チケット購入者は、ツーショット撮影特典がつきます、なんと、ツーショット、これはこれはもう買わなきゃ損じゃないか。ね、すごいですね、うんうん、そしてそして、あ、これがですね、カード払いもできますし、当日のお支払いもできると、うんうんうん、へえ、すごい。あ、まあ、お支払い方法がね、いろいろあるのはね、助かりますよね、うん、なので皆さんぜひぜひ買っていただけたらなと思います、はい、でですね、アズーリプロレス祭りのチケット購入済みの方は、はい、お、入場無料。あら、無料ですか。いいこと尽くし。ほんと、はい、なので皆さんぜひどちらも確認していただけたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます。以上、局からのお知らせでした。はい、はい、では次行ってみましょう。はい、次がですね、共産店さんのご紹介をさせていただきます。はい、ここでは、鳥越あずーり FM に協賛またはスポンサーいただいているお店をご紹介いたします。はい、はい、まずですね、カフェオアバーキコリクラマエさん、うん、はい、お願いします。蔵前駅近くにある昼間はカフェ、夜はバーとして営業されているキコリ蔵前さん、お昼はランチも提供されているそうです。はい、はい、ぜひお立ち寄りください。はい、はい、いつもね、素敵なインスタグラムが、そうね、美味しそうと思いながら、はい、ございまして、ね、お写真もちょうどね、なんか朝ご飯、うん、昼ご飯の間に、うん、この時間やっているので、いい、ちょっとね、お腹すく時間ではありますよね。本当、ぜひ行ってみてください。はい、ぜひ行ってみてください、うん、はい、でですね、もう一つがですね、株式会社ブレスさんのご紹介をしたいと思います。はい、はい、こちらがですね、ブレスさんはビルとかマンション共用部を主とした電気工事会社さんです。はい、はい、BS アンテナの新規設置や交換、 LED 照明の新規設置交換など、基本的な電気工事は全て対応可能でございます。はい、はい、いつもね、すごい素敵なこのポスターなんですけれども、ね、うん、漏電駆けつけ、急な停電の仮設工事も行っています、うん、この急な駆けつけができる会社って多分あんまないと思うので、うん、ぜひちょっとこのブレスさんを一つ覚えていただくと、うん、何かあった時に、何かの時、そう、 ブレスってこう頭にね、そう、ブレスって思い出していただくとあ、ブレスブレスって思い出していただくとそう、
なんか便利じゃないですけど、そうですよ、でも、うん、でもあ助かったって思う瞬間があるかも、ね、でも OK っていうことで、そうです、うん、なのでちょっとぜひ覚えていただけたら、意外と予約しなきゃダメとかね、そうあるんですよ、今必要なんだけどっていう、そう翌日になりますとかね、うん、いや今なのよみたいな、トイレ流す、トイレトイレ流すよ関係ないかじゃあなんで今トイレが浮かんだかというと、うんうんうん、ちょっと私が、うん、まあ、働かせていただいてるお店があるんですけど、うんうん、そこの、うん、あの水道がボーンって取れて、はいはい、でそう突然取れた、この前水浸しになっちゃったんですよ、うん、それは大変困るよね、そうでこの、うん、まあ、こういうことが電気でも起こるかもしれないので、うん、そう突然ね、そうそう、だから皆さんぜひ見ていただけたらと思います。で、はい、今お出しいただいているのがあのブレスさんの電話番号になるんですけれども、うん、はい、0358294978 0358294978 までお電話いただきましたらプレスって言って駆けつけてくれるので、はいはい、皆さんぜひ覚えていただけたらなと思います、はい、でですね、実はこの今、うん、私たちに当ててくださってるライトとか、そう、全てあのブレスさんが工事してくださったものになってまして、はい、私たちはブレスさんのおかげで今日も光り輝いております。そう、こうね、ピカピカな感じで、そうです、映していただいてます。そうなんです、だからいつもありがとうございます。ありがとうございます。なのでぜひ皆さんもブレスさんにお電話いただいて、はい、ブレスって駆けつけていただけたらなと思います。そうですね、はい、はい、以上株式会社ブレスさんのご紹介でした。はい、はい、続いてですね、はい、アズーリモーニングで CM を作成して PR してみませんか、はい、ってことで、制作費、2万円、はい、PR 料金5000円、はい、とっても安いですよね。そう、こちら CM を作成してアズーリモーニングで PR しましょうということで、はい、毎週水金第1、3火曜日ですね、うん、はい、鳥小屋アズリエフェムアズモにて、アズモににて絶賛放送しますということでね、募集しておりますよ、はい、これは安いと思います。安いと思います、うん、私今だって月5000円で新聞折り込みチラシもできないですからね。できない、そう、全部高くなりましたからね、ホットペッパーだって3万以上は毎月かかると聞いていますので、はい、非常にお安いと思いますね、うん、お安いですね。なので PR したい方ぜひお待ちしております。はいはい、ここで一つね、爪の病院の CM の動画、うん、爪の病院さんの動画がありますのでご覧ください。どうぞ。おはようございます。ご視聴の皆様こんにちは。はい、私おはようございますのオーナーやっております高橋英樹でございます。今日はなんと私がずっと施術を受けているこの爪の病院さんに来ています。この爪の病院さん、いろんな形でこの今までの巻き爪とかのもので画期的なことをやられているということなので、今日はそれを体験してみたいと思います。さあ皆さん、カメラと一緒に参りましょう。はい、こんな風にソファに座ってですね、いい感じでございますけれども、ここから施術が始まるわけでございます。施術がやっと終わりました。優しくて痛い目もなくって非常に快適に終わりました。皆さんもですね、爪のことでですね、少し お悩みの方がおられたら、この浅草橋1丁目爪の病院屋さんにですね、ぜひお越しいただいてください。鳥越アズリ FM は保証します。巻き爪や変形爪でお困りの方、爪の病院屋さんへご相談ください。お待ちしてます。お待ちしてま す。素敵な、ね、はい、CM で、うん、素敵な CM でしたね。こんな感じでね、あの募集しております。はい、はい、まあ、爪のね、何かお悩みがある方は、そう、私もね、巻き爪だったことがあるので、辛いよね、巻き爪はね。だからね、うん、痛いと思ったらすぐに浅草橋の爪の病院さんへレッツゴーで行ってください。すぐ治してくれると思います。はい、はい、はい、ではこれで以上で、うん、アズユリ FM からのお知らせでした。はい、で、ね、ではここからですね、私たちはですね、はい、日々ちょっとまあ芸能活動というものをさせていただいておりまして、うん、 それのご紹介をさせていただけたらなと思います。お願いします。では、はい、トップナンバー、トップナンバー、はい、ナンバーワン、ナンバーワン。はい、私琴波舞香と申します。はい、
京都から東京に上京してまいりまして、うん、もう4年ぐらい経つんですが、うん、今もまあ歌を歌ったりとか、うん、ダンスしたりとか、うん、舞台立ったりとかしてるんですが、うん、ちょっとここで何個かお知らせをさせていただく前に、はいはい、SNS とかを私結構やっておりまして、うん、それを軽くご紹介させていただけたらなと思います、はい、では最初がですね、はい、お願いします。ズズン、おろ、これですね、YouTube やらせていただいております、うん、私はですね、かわいく映ってる、 ありがとうございます。なんか照れちゃう、やだ、なんかむちゃぶりっこしてるけども、うん、許してください。これ何歌ってるんですか？これは、うん、私結構アニメが大好きで、ちっちゃい頃からラムちゃんがすごい好きだったんで、うるせえやつらの東京シャンディランデブーっていう曲を歌わせていただいてます。はい、で聞いてみてください皆さん、これ、ね、もうぜひ YouTube でそうお願いいたします。検索していただいて、はい、チェックチェック、うん、はい、ということでこうやって歌ってみた動画を上げているのでまた見てみてください、うんうん、はい、はい、続いてお願いします。じゃじゃらん、はい、こちらがインスタグラムになっています、はい、うんうんうん、インスタグラムは、うん、結構インスタありがとうございます、うん、インスタグラムになっています。こちらはですね、はい、結構写真を上げたりとか、はい、なんかこういう舞台やるよとかいう情報をお知らせね、はい、うん、上げているので、うん、まあ、ぜひチェックしていただけたらなと思います、うん、いろんなまいかちゃんがね見れると思いますこれね。そうよ、お写真の雰囲気もね、いろんな私が見れるわ。そう、いろんな雰囲気のまいかちゃんが見れますから。あんな懐かしい写真がいっぱいあるわねえ、あら、一時期ケトジェニックにハマっていたのよ私そうなの？そうなんですよ結構そのダイエットオタクでして、うんうんうん、なんかいろいろジム行ったりとか、うんうん、なんか食気をつけたりとか、うんうん、まあ、今もしてるんですけど、うんうん、してる時期があったので、うんうん、まあ、そういうのもぜひ見ていただけたらと思います、うんうん、はい、では次お願いします。てってれん、てってれん、てってれん、今日やばいっすね、私元気すぎる、ね、元気すぎるいいことですよ、元気なのは。はい、 TikTok ですね。あ、来た来た来た、ありがとうございます、うん、TikTok もですね、歌ってみたとか踊ってみた、時にはふざけてみたみたいな、はい、いろいろ上げてますので、うん、こちらもぜひ見ていただけたらなと思います。いろんなまいかちゃんがね見れますからね。そうですよ、こっちも見れますから、そう、ぜひぜひまたね上げていきますので、うん、何をな SNS だとこうどれがほぼ、うん、メインとかあります？こう、うーん、なんかどれも YouTube も含めてどれも、うん、なんだろう、 X とインスタグラムはそれこそ宣伝とかで動かしてて、でなんか普段の私どういうことしてるんだろうっていうので、うん、TikTok とか YouTube を上げてるので、うんうん、なんかそういうので皆さん見るの使い分けていただけたらなと思います、うんうん、はい、ありがとうございます。はい、はい、そして最後 X かな、うん、はい、ありがとうございます、はい、で、まあ、このまま1個目の宣伝もしちゃいたいんですが、うん、はい、この X のトップ画になっているブス&アンドザシティっていう舞台がなんとですね、はい、明日から、はい、本番でして、はい、はい、そうなんです、ね、こちらの一番上に あるやつなんですけれども、うん、このブス&ザシティっていうのは、はい、まあ、ある会社があるんですが、うん、その会社にいるメンバーがすごく個性的でですね、うんうんうん、で私の役はそこに、うん、まあ、ある人を探しにプラッと訪れた女の子の役なんですけど、うん、そこでどうストーリーが展開していくのかっていうところで、舞台って結構一本上司、うん、一本上司じゃないな、一つの物語をこう辿っていくと思うんですけど、うんうん、これは1話2話、うん、3話みたい な、うん、なんかドラマ式みたいな感じになってて、面白い。そうなんです、うん、一応間で休憩も挟むので、うんうんうん、まあ、ちょっとまだ読めないんですが、うん、2時間か2時間半ぐらいの作品になるかなと思うので、うんうん、それちょっとね、ごめんなさい、ね、ここの演出家さんが、うん、もうある意味すごく素敵でですね、うん、なんとなんと、うん、日々ストーリーを変えるというそのそうなんです、ちょっと挑戦型のそこに対応していく俳優さんたちも大変ですね。そうなんです、ね、しかも、うん、もうこの中でもう一番かっこよく映ってる真ん中の方が演出家さんなんですが、うん、そうなんですね。そうなんですよ、うん、だってもうチラシ見ただけで面白そうですもん本当ですか、うん、嬉しい、ね、そうなんです、ぜひ皆さん何回見ても、うん、
ところどころ変わってるところを見つけるのも楽しいかと思うので、うん、ちょっとずつ毎回違うみたいなね。そうですそうです。なのでぜひ見に来ていただけたらなと面白いですね思います、はい、でここがですね場所がですね、うん、TKG シアターといいまして、うん、中野駅からも行けますし、そうなんですね、中野坂上からも行けます、うんうんうん、で前売り券ももう発売してますし当日券でも買えますの で、はい、でパンフレットもすっごい素敵になっているので、うん、ぜひぜひパンフレット付きも買っていただけたらなと思います。生まいかちゃんをぜひ見に行ってみてください。はい、ぜひ見に行ってください。でお帰りの際とかに私とお話ししてくださる方もしいらっしゃれば、はい、そういう時間もございますので、うんうん、ぜひぜひ私待ってます。お待ちしてます、はい、よろしくお願いします。はい、で3日から6日まで、うん、計 1,2,3,4,5,6,7 公演ありますので、うん、ぜひお時間見つけて、結構ね回数あるね、はい、そうなんですよ、うん、来ていただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、で次はですね、うん、私結構この後いっぱいありまして、ね、楽しみ、ありがとうございます。次がですね、うん、10月14日、うん、ミュージカルカフェ椎名町、前もねこれ以前も言ってましたね。そうそうなんです。で、うん、今回も、まあ、女子4人で歌わせていただきます、うん、今回もまたランチタイムになるので、うん、なんかプラッとランチ食べたいとかいう理由だけでも全然大丈夫なので、うんうん、気軽に行けそうな感じの、はい、ね、ぜひ来ていただけたらなと思います、うん、で次がですね、もう画像はちょっとないんですが、うんうんうん、10月25日に、はい、新宿のキャットホールっていうところで、うんうんうん、音の場さんっていう今オーディションにちょっと参加してまして、うん、すごい。でこれが、うん、夜の17時45分にオープンで18時からスタートするんですが、うんうん、来てくださったお客様の投票や、うん、なんだろう、なんかねアプリがあって、うん、そのアプリからの投票とかもできて、うん、その投票の結果で次に進めるかどうかが決まる、お客さん参加型オーディションになるので、なんかぜひお時間ある方は投票してください。投票してください。またその X とかで、投票の仕方とか、あ、載ってる？はい、あげるので、うんうんうん、それもぜひちょっとチェックしていただけたらなと思います。ね、ぜひ応援を。はい、ね、よろしくお願いいたします。ちょっと頑張りたいのでお願いいたします。で、この時は多分マックス5曲ぐらい歌うので。うんうん、ちょっとその歌はちょっとシークレットなんですけど、うんうんうん、またぜひ来ていただけたらなと思います、はい、でですね次が11月12日に、うん、ちょっとライブ会場とかはまだ決まってないんですが、うんうんうん、夜の、うん、何時だろうな、夜なんですよ、うん、6時ぐらいからかな、うんうん、スタートで、これはライブ配信とかもあります。あら、そうなんです。でこれは私が習っている歌の、うんうん、方がプロデューサーさんで、うんうんうん、その方の主催のライブに私も出させていただくことになったので、うん、持ち時間はまあ20分あって、うん、何時から出るかはまた X とかで言いますので、うんうん、ぜひお時間ある方は来ていただけたらなと思います、はい、もりもりね、はい、こう出番がいっぱいありますので、これからそうなんです。でもう一個あるんですよ、うん、でこれが完璧なまだカミングスーンでして、うん、あ、そうなんです、ね、そうなんです。一応時間、うん、日時が12月10日から15、うん、だから冬のクリスマス前に1個舞台が決まっております、うんうんうん、はい、ありがとうございます。こちらもまた情報解禁しました、はい、ぜひぜひ皆さんにお伝えしますので、お時間見つけて来ていただけたらなと思います。はい、はい、以上ことなみまいかの今後の予定と SNS でした。はい、じゃあゆきさんどうぞ。私はですね、まず先にじゃあポコちゃんの方かな。私はね、まあ日頃今ライブ配信もしておりまして、まあほぼ毎日できない時もありますけど、基本は夜、まあ深夜の12時過ぎぐらいまではやってることが多いですので、ぜひポコちゃんをね、ダウンロードしていただいて遊びに来てください。基本はアイテムでまあ踊ったりとか、まあ私普段ダンサーしたりしてるから、まあ踊ったりたまに気分で歌ったりいろいろやっております、うん、この配信でね、はい、大体4時間ぐらいはいつもやってる感じになります。4ですか？4時間ぐらい。すごっ。大体8時から12時とか、7時から9時で切って30分休憩してまた12時までやるとか、そうやってるので、めっちゃ会えますよ、ゆうきさんに。皆さん、ぜひ気軽にいらしてください。みんな一緒に行きましょう。私も行きます。ゆきさんって、気軽に、はい、たまにコスプレしたりも。なんだって？そうなの、来ました。今コスプレもたまにねやってますんで、楽しみ。そう、ぜひ遊びに来てみてください。ハロウィンの時期ですね、もうすぐね。そう、もうすぐハロウィンのコスプレ考えなきゃと思って。そうですよね。そうワクワク。そう、はい、以上ポコチャでした、はい、で続いて私は主に SNS は
フェイスブックもやってるんですが、うん、インスタがまあいいかなと思いまして、はい、そうこの間私あのダンスの指導もしてるんで、うん、日々インストラクターもやってるんですけれど、ついこの間あの、まあ、教えてる方たちのイベントがやっと終わった感じです。お疲れ様でした。そうだからまあ裏方もやりつつ、はい、前に出つつみたいな活動ですね私は。うんうん、これがまあ教えてる生徒さんのあの出番がこの間終わったばっかりですね。肉祭りでですね屋台がもう肉だらけ、へー、うん、だから終わった後にみんなでお肉を食べて、まあ、解散したんですけど、こんな感じでねみんな頑張って、皆さんパワフルあの70代以上の方が3分の1いまして、いやもう見えないそう元気でしょそうあのピンクのズボンの方とかは結構あのご年配ですよ。え、うん、一番元気に踊ってらっしゃいますけどね。そう80前後ぐらいだと思う。すごい、そうすごいでしょほら、うん、あもうエネルギッシュすぎてそうだ私がねほんと尊敬しちゃうぐらい皆さんねあの元気にやってるからこういう風に年を重ねたいなって私も思いながらね見てる。いや皆さんちょっと注目して見ていただくと、うん、揃ってるんですよねこれがまた結構練習しましたもんね。なんかずれてるとかないんですよね。練習した。あこれはわ私ね、あ先生裏方の私、そう先生裏方の私あのちゃんとリュックサックを背負ってますから確かにぴったり背中にリュックサック背負ってあの先生してます。そう先生先生どうも先生やってますわ。今日のダンスどうでしたもう完璧にね皆さんこうこんな感じで普段はね、はい、インストラクターもしながら、うん、あの日々あのあともう一つねあのちょっとモデルの仕事も決まったので、はい、そちらもあのまあお知らせできるタイミングでね、うん、お知らせしたいと思います。はい、はい、こんな感じですね。それでなんかね前ナナさんともね、うん、やられたんですよね。そうそう前回ナナさんとの方を投稿しました。こちら先週ね、うん、代役でちょっとまだ私もこれ2回目今回3回目で2回目なんですけれども、はい、うん、ナナさんが一生懸命フォローしていただいて助かりましたそう私もお世話になっております。ナナさん本当にそう、ナナさん、ナナさんそう初めてこの時お会いしたから、はい、私そう、あナナさんという方はですね、うん、私たちのあのいつもやってるアズーリモーニング FM の、うん、あの第4週目の MC をされてる方なんですけど、うん、そうです4週目の方、はい、うん、でこの方は一応声優さんをメインにやられてるんですが、うん、なんか時々舞台とか、ね、まあ、それこそミュージカルの出演がね、うん、決まったとか、そう、そういう舞台活動もされている、うん、我らが大尊敬の大好きなお姉様でございます。ナナさんです、はい、福田ナナさんと言いますので、そう皆さん4週目ねチェックチェック、うん、チェックしてみてください。4週目に出演しております。はい、はい、はい、こんな感じでインスタは、ね、はい以上ですね、はい、以上岩川ゆうきでした。イエーイ。はい、このようにですね私たちはちょっと日々いろんな活動をさせていただいておりまして、うん、なんか、うん、最近、うん、ゆうきさんって猫飼ってるみたいで、うん、そう猫、そう猫飼ってます。じゃあ猫ちゃんのキュンポイント、キュンポイント最近の、最近のキュンポイントはあのうちの子はですね、はい、あのお腹を撫でてほしい時にすぐあのもうどこなりふり構わずコテンってなっちゃうんですよですぐコテンってなって、はい、まあ、お腹をさすれっていう合図、うん、だから、はい、それがねほんとキュンキュンする。もうキュンキュンしながらずっとお腹を撫でてるこう撫でてるんですかこういうこういう感じお腹ずっとへそう、ちなみに、うん、あの2匹飼ってらっしゃるみたいなんですけど、はい、うん、その2匹の子のうち、うん、どっちの子の方が甘えん坊ですか、うん、ね白と黒を飼ってるんですけど、はい、白い猫と黒い猫、うん、甘えん坊はね黒、はい、オスですか、オス両方オス、あ両方オス、うん、で甘えん坊は黒なんだけど白い方がコテンってなります ね、 ねそうなんですか。黒い方はならない。あじゃあもしかして性格、甘え方がね違うのかもしれない、違うのかもしれない、うんうん、なんか私もあの実家の方なんですけど動物飼ってました。そうなんですよ、ワンちゃんを今飼ってまして、犬も可愛いですよね。私はトイプードルなんですけど、うん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 、その子はねどう甘え方、マジで甘えん坊でもうなんだろう、犬の方が分かりやすいかもね、はい、分かりやすいです多分、うん、むっちゃ分かりやすいと思 う、ね、そう、まず家族、まず3人いるとして、うん、2人いんのに1人出てったら、うん、もうキャン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 ワー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 わめくんですよねそう
甘えっぷりが半端ないね。そうなんか、うん、わめいてくれる方は可愛いよね、嬉しいなと思うんですけど、うんうんうん、いる方はいるよみたいな、そう私たちもいるんだけどなみたいな、まあ、でもねトイプードルなのね。トイプードルなんですよ、可愛いよね。でしかもメスだから、うんまあ、ちょっとね甘え、もう9歳なんですけど、うんうん、結構まだ赤ちゃんかっていうぐらいずっと子供な感覚ですよね。こうね大人になってもです。あのサイズもこれぐらいから成長しないんですよ。あ、そうなの？トイプードル自体が。そうなんです。だから小型犬。小型犬。だからもう見た目が、うん、もう赤ちゃんだ。赤ちゃんだよね。ずっと赤ちゃんな感じね。そう。でも一応9歳ってことで。そうです。一応9歳ってことで。もうあの9歳だと何？人間年齢だと結構シニアに突入したかな、ね、ぐらいのね、はい。60歳ぐらいとかのタイミングかな。ね、はい、うん。今日はちょっと私たちの動物事情を。ねー。動物大好きなんで、私も大好きなんで、なんかね動物の番組とかにね、うん、将来ちょっと出させていただけたらなっていいそう思うんですよね、うん、司会とかねそんなのもいいよね、はい、志村動物園さんとかね正直もうちょっとなくなっちゃいましたけど、ね、なくなっちゃいましたよ ね、 ねそうそうそうなくなっちゃった、うん、ちょっと動物系の番組はぜひ出させていただきたいなと思います。よろしくお願いしますはい、というわけでですね、はい、次回は11月の、うん、いつだ1 週、ま、1週目の水曜日にまた私たち出ますので6日です。はい、はい、またその時にお会いしましょう。はい、多分その時はハロウィンも終わってる、ね、ということ。終わってる。ゆきさんのコスプレが終わった後ってことじゃないですか。さあ皆さん、じゃあその時に、うん、ゆきさんのコスプレ何だったでしょうクイズするので、はい、ぜひポコちゃん見てください。はい、はい、ぜひぜひ見てください。ということで、はい、琴波舞香と岩川ゆきでした。はい、次回またお会いしましょう。バイバイ。